お疲れ様です。お呼び立てして申し訳ありません。実は新しい時の裂け目が見つかり。そうよ、またフューが何かを企んでいるみたいなの。時の海王神様、そんな、いつも時の裂け目がフューの仕業というわけでは。それじゃあ誰がやったって言うのよ。絶対フューに決まってるわ。あなたには時の裂け目の調査と、フューがいた場合には監視をお願いするわ。時の裂け目の調査だからトランクスも向かいたいでしょうけど、今回は私のサポートをしてちょうだい。わかりました。それじゃあ行ってらっしゃい。くれぐれもフューには気をつけてね。いや、だからまだフューの仕業かどうかは。へえ、あれがこの歴史のゴジータとブロリーか。二人とも規格外のパワーだ。あ、ゴジータは孫悟空とベジータのフュージョンだから三人ともなのかな。それにしてもすごいな。でも今日は観光に来たわけじゃないからね。さあ実験を開始しますか。ん、おい、ここ危ないぞ、下がってろ。ゴジータ君、君の力を少し封じさせてもらうよ。触っちゃったね。何、はあ、今からどれだけ歴史が変わるのかな。楽しみだな。そう考えた方が良さそうね。とにかくあのブロリーはとんでもない強さよ。ゴジータ君に協力しなさい。あっちゃー、これだとブロリーに分がありそうだな。なるほどなるほど。うん、いいデータが取れるな。互角にするにはどうしたらいいのかな。ほらほら、とっても強いサイヤ人がいるよ。君たちも戦ってみたいでしょ。強えやつってのはどいつだ。私と戦え。姉さん、あの人じゃないですか。ちょっとユウ、風に外を持ってちょうだい。どうせ僕がエネルギーを集めちゃうんだから、僕が歴史を改変する分にはいいと思うんだけど。私は歴史を改変させたくないんだけど。なかなか面白い状況にはなってきたけど、僕の望むエネルギー量にはならない気がするな。計算違いだな。これじゃあちょっと面白くないな。すげえ、あれを使うしかねえみてえだな。私ら二人の本気見せてやろうぜ。マネさん、はい。全宇宙で最強のサイヤ人はあんたらじゃねえぜ。全宇宙で最強なのはあたしだ。受けてみろ、これがあたしの全力だ。いいね、いいね、もっ
っともっと面白くしていこうか。宿題をお見舞いしてやる。ありゃりゃ、時間切れだね。大迫力だ。なんてこと。せっかくもう少しでブロリーの暴走を止められたのに。エネルギーを集めるのが目的だったけど、役に立ちそうなデータが取れちゃったな。こうなるとサンプルも欲しいな。どうしようかな。行っちゃえ。ちょっとだけ近づかせてね。おっと、危ない。攻撃するのはあっちだよ。あっち。まあまあ、落ち着いて。ちょっと待っ。僕は君の敵じゃないのに。ちょっと、ユラも全然ブロリーを制御できていないじゃないの。こんなのもうどうしようもないじゃない。いくら実験のためとはいえ、さすがに自分の命は惜しいかな。この人ならきっと。ここは一体。ジレン、確かにいなくなる。こんな列車でも何とかしてくれるかも。悟空君もベジータ君も起きてこないし。もう破れかぶれよ。フュー、後でちゃんと大変を吸収しなさい。あなたはジレンと一緒にブロリーで倒すのよ。分かった。いてまさかフュージョンが溶けちまったな。で、おめえ、ジレンじゃねえか。なんでここに。わからんが話は後だ。来るぞ。そう見ていたな。どこへ行く。なぜ俺と戦わない。こんなに強い奴らが集まってんのに全力出せねえなんて。孫悟空、いや第七宇宙で力の大会でも借り、ここで返させてもらう。お前の相手は俺だ。この戦いはもはや次元が違う。そうですね、まるで破壊神同士の戦いを見ているようだ。ジレンとブロリーについていけるあの子も、とんでもないわ。すっかりあの子に水を当てられちゃったわね、トランクス。今度は組手をお願いしますかね。これで終わりだ。ちょっとばかり僕の計算とはずれてしまったけど、これだけ大きなエネルギーが回収できるんだ。終わりよければ全てよしなんてね。
よしよし、これだけエネルギーが集まれば。すげえや、文句なしだ。あなたたちに集まってもらったのは他でもないわ。新しい歴史改変が見つかったの。歴史改変ですか？ええ、これはバーダックとフリーザが戦う歴史。原因はまだわからないけど、バーダックが本来よりも強くなっていて、フリーザ軍の兵士がどんどんやられているわ。このままではフリーザまで倒してしまうかも。バーダックがフリーザを倒してしまったら、どれだけ歴史が変わってしまうかわからないわ。あなたは歴史修正に向かってちょうだい。トランクスは今回も私のサポートをお願い。タイミングを考えると、フューが関わっていないとも言い切れないわ。くれぐれも気をつけてね。時の海王神様、俺にはあの人の背中を守ることができないのでしょうか？バーダックの歴史はあなたが生まれた歴史とつながっている。移動先の歴史に関与してはいけないことがタイムパトロールのルールよ。わかりました。これも一つの機会なのかもしれないわね。ほら、フリーザ軍ってのはこんなに弱かったんだ。ひるむな！カズメを仕切るんだ！あれは、確かに元の歴史のバーダック戦よりも明らかに強くなっています。何下に用はねえ。行ってこい、フリーザ。なんだ、少しは骨のありそうな奴が来やがったね。バーダックとサイヤ人たちには悪いけど、この歴史は修正しなければいけないが、フリーザ軍と協力してバーダックを抑えるのよ。君、未来を変えようとしてるんでしょ？僕が協力してあげるよ。なんだってね、てめえみてえな奴は信用ならねえ。おっとっと後ろ。そんなこと言っちゃってボロボロじゃない。人の親切は素直に受け取るものだよ。見てなよ。どうかな、どうかな。今のが全力だってんなら願い下げだぞ。まさか。せいぜいお役に立ってみせるよ。まったく、皆さんたるんでいますね。これで全てが変わるよ。僕がいるんだからね。ほほほ、綺麗な花火ですよ。行くよ。へい、入って。なんと、やはりお前の仕業だったのか。トランクス、
ここは終わりと始まりの書の歴史だよ。君はここに来ちゃいけないんじゃないの？タイムパトロールの元いた歴史に関与してはいけないというルール。それは過去の俺が犯したような過ちを誰かが再び繰り返さないため、時の海王神様が定めてくれたルールだった。でも今の俺は昔とは違う。俺はタイムパトローラー。正しい歴史を守ることが俺の使命だ。ほう、サイヤ人は滅ぼすつもりでしたね。そこのあなたたちは私に忠誠を誓うということですね。素晴らしい。好き勝手言いやがって。いやいや、落ち着け。俺あいつの言うことは無視するんだ。最優試験代わりです。その虫けらどもを葬りなさい。いずれ俺がこの手で倒すとはいえ、フリーザ軍の味方をするなんて。何をブツブツ言っているのですか。口を動かす前に手を動かしたらどうです。偉そうに。へえ、時の海王神とそんなに変わらないんじゃない？確かに。私はあんなに嫌いじゃないのよ。弱い戦士などサイヤ人でなくとも願い下げです。その点お二人は見込みありですね。大丈夫かい、バーダック。ここまで追い詰められることは想定してなかったな。随分な低たらくじゃねえか。言うねえ君。それじゃあギアを上げてくよ。メガネの鍵、なかなかの戦闘力ですね。あんな下級戦士の味方をするよりも私の下で働いてくれませんかね。惜しい人材ですね。バーダックさん、あなたの意志は俺たちが継ぎます。だから。やりすぎなんだよね、君。一人損なってしまいましたか。お二人とも私のためによく頑張りましたが、今回は不採用とさせていただきましょうか。俺はもう同じ過ちは繰り返さない。これがこの歴史の本来あるべき姿なんだ。バーダック、楽しかったよ。また会えるといいな。今回は邪魔されちゃったけど、前回は僕の計画通りに進んだから一生いっぱいってところかな。また会おうね。次は負けないよ。信じらんねえ。おめえほんとにすげえな。
お疲れ様、二人とも。特にトランクス、立派にタイムパトローラーしてたわね。なかなかやるじゃない。ありがとうございます。ですが今回もヒューには逃げられてしまいました。いいのよ。フューが終わりと始まりの書の歴史に介入したのはさすがにヒヤヒヤさせられたけど、悪いことをしたいってわけじゃなさそうだし、また返り討ちにしちゃえばいいのよ。そのうちとっ捕まえてやりましょう。そうですね。あ、一応言っておくけど、トランクス、私はあなたが歴史修正に行くことを 100% 許したわけじゃないんだからね。そこだけ勘違いしないように。そんな、今回はお試しみたいなものよ。まあでもよくぞ成長してくれたわ、トランクス。これからもみんなで歴史を守っていくわよ。はい、これからもよろしくお願いしますね。